仕事はどうだ？まだ配送か。大変そうじゃねえな。大変だな。なあ、見えた。大変だな。おい！こんな時代におじさんやってんだぞ。後ろにも下がらなきゃ前にも進めない50歳で。大変だなんか分かってきたこと言うんじゃねえよ。真田、俺近いうちガンで死ぬ。俊也君と桃子ちゃんにはもう言ったの？言えるわけないだろ。俺は男だぞ。この機械を買えば俊也と対戦できるんだろ。一応店員呼んで聞いてみるか。いいよ呼ばなくて。分かるよこれぐらい。対戦しようぜ。それ俺のと機種違うから。え、俺が死んだら子供たちの面倒見てくれるか。いいよ。これを呼ぶのもう少し待てなかったのかよ。俺もあの機械で一瞬写真撮るんだ。俺ね、キーも金もねえからせめてダンディでいたいんだ。宮田はずっと男っていうのを気取って生きてるんだよ。そんなことね、分かってるんですよ。舐めないでもらっていいですか。お父さんって何考えてんだろうね。な宮田純一、スタートしました。